北朝鮮に迎撃ミサイルあるの？ないと思います。あっても機能しないと思います。北朝鮮の何がすごいかというと、迎撃ミサイルを使う必要がないというところです。迎撃ミサイルっていうのは、撃たれては困るものにミサイルを当てないというのが目的なんですけど、撃たれて困るものがありません。まあ厳密ではちょっとは困るんだけど、基本的に人民を守る必要はないわけですよ。死んでも生まれてくるっていう考え方の人たちだからね。基本的にはその昔から戦争国家だったので、軍事的な基地だったら地下にあるわけですよ。だから別にミサイルで、まあめちゃめちゃ奥も深くないんだけど、バンカーミサイルみたいなのだったら別だけど、一般的なミサイルだったら別に大したダメージじゃないわけですよ。想定内なんで。なので、迎撃する必要はないっていう。バンカーバスター、それそれ。ああ、そうだ。抑止力の話で、橋本ハトリの番組で北朝鮮に5億円ぐらい払えばいいじゃないですかっていう僕が言った話で、で、僕はあれちゃんと説明しなかったんですよ。北朝鮮にお金を払うことが何の抑止力になるのかっていうので、多分僕は全員には理解されないと思ってるんですけど、じゃあちょっと説明をしてみましょう。そう、超会議でも言ってたんだけど、愚策だと思う。じゃあ、抑止力とは何かっていうので、抑止力っていうのは、例えば核は抑止力なんですけど、自分が相手に何かをした時にデメリットが発生するからやらないっていうのが抑止力なんですよ。だ例えば日本って核は持ってないけど、日本って軍事力あるから、日本に対して何かやったら、その日本から爆撃を受けるかもしれないと。だからやめようとか、何らかしらのデメリットが発生するっていうことが抑止力なんですよ。日本が、じゃあ、ここ3ヶ月とか半年の間で、北朝鮮に対して持てる抑止力は何ですか？要は、例えば今から、核を持つとか無理じゃないですか。丸口、経済力。経済力っていうのはお金を払うだから僕と一緒。パック3。だパック3置いたから抑止力にならないよね。猪木。アメリカ。後ろにアメリカがついてるんだぞ。だ今もアメリカがついてます。だから、新しい抑止力は何かって話。アメリカを煽る。ヤクザ。ミサイル防衛。ミサイル防衛はもうやってるんじゃない？できる限り。僕に知らがりますよ。朝鮮総連の閉鎖。朝鮮総連の閉鎖は抑止力にはならないかな。何かあったら朝鮮総連を閉鎖するぞっていうので、朝鮮総連を閉鎖されることってそんなに困るの？まあ、多少の抑止力になるかもしれないね。経済協力、新衛星打ち上げ、先制攻撃。先制攻撃は抑止力じゃないです。それは、相手の、軍事力を潰すとかなので。要は、抑止力ってさっき言ったんだけど、相手にとってデメリットに感じるものを作るが抑止力なんですよ。だ例えばさ、毎月さ、1万円のお小遣いをもらってる子供がね、お父さんに1万円もらってるとしたらさ、お父さんを怒らせないわけですよ。だってお小遣いもらえなくなるかもしれないから。だから、我慢するわけですよ、お父さんに対して。っていうのが抑止力。だから、今のところ日本ができる抑止力っていうのは、結局、軍事的な力を今からつけるとか、核を持つは無理なので、もう経済的なものしかないんですよ。という話で、だからそれ以外のね、抑止力になるものが僕思いつかないんだよね。だから、僕の話を否定するんだったら、他の抑止力を教えてほしいんだよね。でも結局、お金以外にないじゃんって思ってるんだけど、だから、それで、ここまで説明すればわかるかな？結局、お金を払い続けて、で、何かやったら、このお金もらえなくなりますよっていうところが抑止力になるっていう。で、ただ、日本って ODA っていうので、いろんな国にお金を払ってるんですよ。で、中国にもお金払ってるんだけど、で、そうやって日本と揉めるとこのお金なくなっちゃうから嫌だよねっていうので、すげえお金払ってるんだけど、ただ、ODA で北朝鮮にお金を払うと、多分反発する人もめちゃくちゃ多いだろうと。なので、ODA で出すのは難しいかなと思っていて、んで、外務省が機密費を年間30億円ぐらい持ってて、内閣が機密費10億ぐらいあるんですよ。そうそう、官房機密費。これです。だから、機密費、外務省のと内閣直せると40億円あるんですよ。なので、そん中から5億円ぐらい出せばいいんじゃねえのっていう話。だってそれでさ、ミサイル撃たれなくなったらさ、安いもんですよ。だってオリンピックで3000億円とか使うんでしょ？それよりは僕ミサイル撃たれない方がいいと思いますよ。っていう説明です。これで、抑止力としてお金を払うが、筋はそんなに通ってない話じゃないっていうのは分かっていただけましたでしょうか？ 5 億で満足するかどうか。うん。だからそこがいくらが相場として、正しい値段なのかっていうのが、多分、人とによって感覚が違うと思うんだけど、僕が見た限り、どこに載ってたんだっけな、北朝鮮の国家予算が、ジェトロ調べで80億円とかっていうのを見たんだよね。これ今探してんだけどさ、どこで見たんだっけなと思って。
で、北朝鮮って、国家予算、北朝鮮に聞いてもしょうがないわけですよ。すげえでかい数字を言うから。で、ジェトロって、なんだ、日本貿易振興機構だっけ？世界中の国の貿易の数字を集めて、大体貿易をこれぐらいの額が動いている国は国家予算これぐらいっていうデータがあって、で、北朝鮮の貿易額っていうのは、北朝鮮以外の国をすべて調べればわかるわけですよ。北朝鮮と貿易をしている国は、北朝鮮にこれぐらいの輸出してて、これぐらいの輸入してますとかっていうのを出せば、全部足せば結果的に北朝鮮が対外的にどういうお金を使ってるかっていうのがわかるわけじゃないですか。で、そこでジェトロが出している数字なので、割と正しいんじゃないかなと思ってるんですけど、で、国家予算が80億円であれば、5億だったり8億だったりっていうのは 10% ですよ。8億ってめっちゃ少ないでしょ。だって、北朝鮮めっちゃ経済悪いもん。いや、東京以下当たり前だよ。だから、それぐらい貧乏な国なんだって、北朝鮮は。だから、5億円とか8億円で十分なんじゃないって話。安上がりなのよ。軍事費除いた金額。いや、軍事費入れてんじゃないかな。だってさ、軍事費って言っても他の国から北朝鮮、武器買ってないから、自分たちで作ってるからね。北朝鮮の土地買えないの？買えないっす。ミサイル撃つといいことあるの？いいことはないんじゃないかな。日本だと9兆円ぐらい。金を渡すとたかってくるだけ。たからせればいいんじゃない？要はさ、お金がなくてたかってくるわけじゃん。でも、ミサイルを撃ったら、たかれなくなるじゃん。だから、ミサイル撃たないんだったら、もう毎年5億円あげますよっていうのをずっと払い続ければいいんじゃないの？ほんでなんか、10億くれなかったら撃つぜ、みたいなので、10億だったら払えばいいんじゃない？1年10億で死なないんだったら僕全然払っていいと思う。だって今からさ、要は核武装するか、軍事的に北朝鮮から飛んでくるミサイルをすべて撃ち落とすような装備っていうのだったら、10億じゃ絶対に無理だよ。毎年多分数百億円とかかけても無理じゃないかな。100億だったら、100億だったら北朝鮮買えるんじゃねえか何億までだったらそのどっからとか、ね、だから5億ぐらいから始めた方がいいと思うんだよね。でね、お金の払い方っていうのもやり方があるわけですよ。まあ、僕がお金払うわけじゃないけど、説明すると、例えば、北朝鮮の政府に払ってもしょうがないのですよ。で、お金を払う条件として、じゃあその、日朝友好団体みたいなのを作りましょうみたいにするわけですよ。日朝友好団体の人っていうののトップを政府の決定権を持ってる、ナンバー10の中の誰かにしてもらいます。例えばじゃあ8位とか7位でもいいわけですよ。で、じゃあ例えば7位の人がそのトップになって日朝友好だったら作るじゃん。で、そこにさ、5億円の予算を渡しちゃうわけですよ。そうすると、その人は5億円の予算で人を雇ったり物を買ったりっていうので、ある程度その人の権益を作るわけですよ。で、その5億円の権益っていうのが毎年あると、例えばじゃあミサイル撃ちますってなったら、その権益がなくなるわけですよ。その権益にぶら下がってる人ってめちゃくちゃいるから、物を決める会議の時に、絶対反対側に回ってくれるわけですよ。ミサイル撃ってどうすんのと。で、だってそれでさ、日本に勝てるわけでもないのに、毎年5億円なくなっちゃったら、僕らこれぐらい損しますよっていうのを、決定権を持つ会議の中で言ってくれるわけですよ。っていう、お金の払い方をした方がいいんじゃないのって話。はい、粛清で粛清したとしても、じゃあそれで5億円なくなっちゃうわけじゃん。で、5億ってお金は北朝鮮の中でめちゃくちゃでかいわけだからさ、それがなくなってもっと疲弊するわけじゃん。したらやっぱりミサイル撃たなかった方がいいよね派っていうのも増えるわけですよ。発言権を分散させる。なんだろうなぁ。いや、僕が言ってることが 100% 正しいとは思わんよ。思わんけど、5億円ぐらいで抑止力として働くんだったら超安いじゃん。だってアメリカにじゃあさ、そのパトリオットミサイルをさ、日本海にこうブワーッと全部並べてさ、それを運用のためにさ、費用と人件費考えたらさ、年間1000億じゃ持たないでしょ？なんでそれでじゃあミサイル本当に通せるかって言うと撃ち落とせないよ、多分。というお話です。なのでお金払った方がいいんじゃねって僕は思ってるんですけど、ただこれは全ての人に理解されるとは思ってません。まずその敵国である北朝鮮に対してお金を払うのはいかがなものかっていうのは感情論的には正しいと思う。ただ僕は目的として日本人が死なないというのを第一義の目的にして、じゃあ、いかに安く日本人が死なない状態にするかっていう風に考えると、まあね、機密費からお金出すぐらいがちょうどいいんじゃないのっていう風に僕は思うんですけどね。韓国ですらスワップ協定やらお金を払い続けている。韓国は別に日本にミサイル撃ってないでしょ。なんでこれが同じ議論になると考えるのかがわかりません。では韓国の人たちも自分たちのメリット、利益を最大化しようとします。で、日本も利益を最大化しようとします。北朝鮮も利益を最大化しようとします。っていう、要はさ、
この人たちは利益を最大化するというアルゴリズムで動いているっていうのが分かれば、そのアルゴリズムに乗っかる形で手を打つと予想通り動いてくれるわけですよ。スワップ協定の話で誤解されがちなのは、日本はあなたたちに優しくしたんだから、悪いことで返さないでしょっていう、義理人情の話で理解してるんだと思うんだよね。お土産あげたんだからさ、なんか返せよみたいな。義理人情とか、そのギブアンドテイクとかが存在すると思ってる人が多分いると思うのよ。対価ね。僕そこの時点でもう間違ってると思うのね。だからさっきのさ、スワップ協定の人も多分そう思ってたと思うんだよね。韓国をスワップ協定を作って助けたのに、結局その後にそのなんかさ、慰安婦像を作ったりとかで、こう、やり返してきたからこいつらムカつくみたいなので、その考え方がまず違っていて、ギブアンドテイクではないのですよ。要は、今回の場合抑止力なので、これをやったらあなたは損しますよっていうのを提供するかどうかの話です。だから別にその、毎年北朝鮮にいくら払ってるんだから、北朝鮮さんちょっと僕のこれなんとかなんないですかねみたいなのは通らないと思います。単に毎年5個もらえるんだったらミサイル撃たねえ方が得じゃねっていう人が増えんじゃねっていう話です。問題を先送りにしてるだけで、問題は先送りにしてるだけです。例えば、僕40ですけど、じゃあ90まで生きるとして、50年間先送りできたら OK です。っていう話。まあ、先送りをしないパターンっていうのが、タイムシフト見てもらえばいいと思うんだけど、韓国と統一するパターンなんだけど、むしろ問題はもっと大きくなると思います。なので、この問題は解決しません。だから日本が核持つしかないんじゃないかな、最終的には。だってさ、統一朝鮮と中国とアメリカとが核を持つわけじゃないですか。日本だけ核持ってないんですよ。いや、もう多分ね、日本核持たないと無理だと思うよ。2020年会見。なので、先送りをしないのであれば、日本を核持つが正解です。ただ、今の日本の世論で核を持つというのは、なかなか認められない気がするので、会見してどうするんだろうね。僕ね、会見で何を得たいのかがわかんないんだよね。総理大臣として名を残したいっていうんだったら全然わかるんだけど、今でも軍事力持ってるし、別に安保法制とかで、いくらでも他の国攻めれるような状態にしちゃったし、別に憲法を変えなくたってやりたいことできんじゃねえのって思うんだけど、それより核持った方がいいんじゃねえのみたいなね。なんだろうな、憲法改正もしくは核っていう二択でなんとかしてほしいね。